じゃあお父様、はい、じゃあまあ、さっきもねお話ししたけど、そうですね、お父様が、ね、昔苦しんでたとことそして、まあ、こう変わった、我が家としてはこう変わったね。はい、こんにちは。うちもですね、こう見てて子供と女房と私の3人家族なんですけども、やっぱり創価学会に入ってた時はいろんな意味で生活環境が非常に悪かったんですよ。で子供は今も話したように情病気精神的な病疾患を持ってて、で女房もどっちかというと生気を吸われていく、血を吸われていく、生血を吸われていくようなだんだん落ち込んでいったんですよ。でこの閉じこもるような状況になって来たんですね。でこれはどうかなと思って、私もこの家族はもう一時どうしようもないなっていうところまで来たんですよね。で私もどっちかというと頭がなんか汚染されてるようなね、ぼーっとしたような状況になってたんですよ。そういう状況でこのまま新人やってるのはおかしいなとは思ってたんだけども、どちらかというと新人が足りないなっていうような、ね、捉え方になっちゃったんですね。まあ同じ感じですね。まあ同じ感じですか。そうですね。そうで、その学会の時も足んないなと思うから、もっと頑張んなくちゃいけないな。この政教新聞の配達とかね、まあやるようになったんですよね。でそういうところに入ってやっていくと余計悪くなっていくんですよ。だからね、これはもううちはもうどうしようもないなと思ってた時に、子供が清田さんの動画を見てで気づいたんですよ。それで話を何回か聞いてるうちに、ああこれ学会を間違った可能性十分あるなっていうのと悟ってきちゃったよね。何回かね話を聞いて。何にやついてんだよそこでここにやつくにやつくとこかよ。なんで面白いの。にやつくとこかここは。なんか言いそう。いや言いたくないよ。面白いな。まあ、気が付いてきた。そういうね、気づいてきたんですよ。で、豊田さんもうちにちょっと来ていただいて話してもらって、その時はほぼね、やっぱり栄一の説得の方がしっかり、創価学会のことよりか少子の方が正しいなと半分以上思ってたね、うんうん、半分以上思ってたから、素直に半分はじゃあ持ってなかった。まだ残ってるよね。あの時だってポッとしてんだから頭が、うん、頭がポッとしちゃって行かれちゃってんだから、だからそういう状況だったんだけども、そういうまあこれは違ってるっていう方のは度合いが高かったわけです、うん、でまあとにかく豊田さんの話を聞いたから、もう寛解を受けようって、寛解といっても創価学会に日蓮召集の時行った祝福受けているので、その人は2回目に受けるような状況になるので寛解というんですけど、ね、私たちは寛解を受けて、でこの少女に入り込むんですね。でそれが1年半年前経ってこう振り返ってみると、子供は良くなってるわ、いろんな意味で血色も良くなったし、この株付きも変わって、今見たところですね、うちの女房もあんだけこういうどんどん血を吸われていってるような、このすっぽくなってきたのか、それも改善してきてる、まあ父親としてはこれはありがたいな、こんなことが起きるのかっていうのが半信半疑。半信半疑なんだ。当時ですよ。あ、当時。そう。最後でこうずるっと滑らしこから。ご主人に突っ込めないから。そこまで行って半信半疑なのか。
生を歩ましてもらっているという状況、うん、だから本当ね、これも間違いないということを実感しましたので、うん、これはもうぜひね、うん、もうとにかく私の経験上からしてね、うん、こんな本物もないと思ってますので、うん、ぜひね、幸せの街道を歩んでいただきたいと思いますね、うん、もうとにかく間違いないです、うん、頑張っていただきたいと思います。いやお父さんやっぱすげえわお、やっぱさすがですよ、うん、やっぱり言葉が重いね。これからだからね、もうどんどん良くなるのにまだ時間もたっぷりあるし、うん、そう、もうこっちはもうねえ、でもね、昨日も言った通り、その出会った時がその人のやっぱり業というかね、うん、やっぱり50代で出会った人はやっぱり50代のやっぱり宿命だったわけで、あのね、僕はね、初めて行き合った時からお父さんっていうのはあのすごく俺にとっては柔和な顔に見えたんですよ。あの普通学会のブロック長とかね、地区長、地区部長なんかやってるとなると、もう相当学会チックな顔になってるはずだと思って行ったらばと、あれえらい柔和な随分とフレンドリーな方だなと、まあそうだよね。でもね、お母さんが気持ちはすごく前こっちよ、あのフレンドリーだったんだけど、本当お父さんの言う通り、こ今より 30-40% 小さい感じよね、こういう感じでシューンってこう縮こまってなって感じ、それは受けましたよ。相当吸われてんなと思った秋魔人にね、相当こう正気を吸われちゃってるなってのは感じたけど、本当にこう変わったよね。だから女性はすごくこう分かる、あのそうっすよ、一番最初にやっぱりね、足痛いからじゃあ椅子でなんて言って、でまあ動画には映ってないけどさ、僕はそういう対面で見てたけど、やっぱりこういう感じですよ声はでっかかったけどね、あの不思議とね、声だけは通る声を発してたけど、いい、ね、全体の雰囲気はやっぱりこうね、大体こんな感じですよ。あの飛び抜けてお母さんはもうこうでした今は本当に風船で膨らましたみたいな、わーってなってきてね、うん、明るくなったし、もともと明るい人だったと思うんだけどね、こんな健康的になるっていうのはね。じゃあお母さんどうぞ。